やするしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールスキャップ、それとも敗北の不純ワーク。そう、全ては二つに一つで操りたい運命の糸。鉄鋼の子デザイン、この手で掴め、渾身のポーカーフェイス決めて仕掛けるよ。イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲーム、スルリと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償を変える。手放したくないのはどう。より証拠なんだ、弱い結果を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ、血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ、現状の勝利 3% を感じた。頂上に刺す君の光を浴びる。